担当課長にお伺いします、補助金を受け取っている団体、この間事務調査に、議員の6名ほど、行ってまいりましたが、その場で補助金がどのように使われているか、どのように、明細に、されあのつけているのか、ただ口頭だけで我々は書いてきた。補助金、つまり税金を、もらっている団体は果たして口頭だけで説明がいいのであるのか、あくまでもこれは、文書で明細にその事務視察調査に行ったら渡すべきではないのかなと私は思いますが、担当課長はいかがですか。これはもう、まちづくり推進課長、ただいまの赤塚議員のご質問にお答えいたします。町の学校に、先日議会の常任委員会の皆様方が調査に入った時の町の学校側としての対応のことについてのご質問だと思います。調査にあたりましては、担当課である町づくり推進課におきまして、一通り資料は、簡単なものを用意して、議員皆様にお渡ししてございました。補助金の交付にあたりましては、そのもっと細かい、決算資料がございますけれども、当時はそれをお付けしておりませんでしたことをまず お詫びいたしたいと思います。その上で、町の学校側が用意すべきということもございますけれども、私どもも細かい資料を、ご提示できればよかったんですけれども、それは、すぐご用意できますので、ご理解いただきたいと思います。で、町の学校の当時会長もおられない状況でございましたので、今後ですね、そういった調査の際にはできるだけ、会長が同席の上、状況についてご説明申し上げるのが当然のことだと考えておりますので、十分にその辺は会長とも打ち合わせをして、対応してまいりたいと考えております。以上でございます。赤塚君。今の答えだと役場どこで準備するということですが、あくまでも補助金をもらっている方でこういうふうに使っていましたよというのを提示するのが私は当たり前だと。役場で用意する必要はないですよ。役場に提出するのは決算書だけでもいいですよ。我々が視察に行った時はそこの補助金をもらっている人が、私の団体では補助金をこういうふうに使っていますよって配布するのが私は考えてましたんだけども、その辺はこれから担当課長の方からご指導してしてもらいたいなというふうに思ってましたんで、よろしくお願いします。それで私の質問は終わります。